はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65A の国語力、ね、岡田敦史さんっていうのかな、雨宿りは滑り台の下でっていうところもね、まあ面白いかなっていうところを読んでみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、これだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。岡田敦史、雨宿りは滑り台の下。あれは確か転校して2、3日経った土曜日の午後のことだった。僕は新しい家506号室のベランダから一人ぼっちで下の公園を見下ろしてつぶやいていたんだ。前に住んでいたところの方が良かったなぁ。何度同じことをつぶやいただろう。この2、3日というもの、僕はこの言葉しか知らないみたいだった。前に住んでいたところは見た目はゴミゴミしていたけれど、誰もが家族みたいでくつろげた。学校から帰っても一人ぼっちという気がしなかった。でもあの横丁はもうなくなるという。なぜそうなるのかはわからない。とにかくあそこは壊されることになり、みんなチリチリに引っ越していった。このアパートには知ってる人は一人もいない。大人も子供も僕には外国人のように見える。下の公園では大きな滑り台で遊んでいる子がいる。砂場で親子が砂山を作っている。キャッチボールをしている子がいる。ブランコの周りで鬼ごっこをしている子がいる。時々声が聞こえるが何を話しているのかはわからない。僕はもう一度ため息をついてつぶやいた。前に住んでいたところの方が。その時すぐ近くで男の声がした。ここだって悪くないぞ。僕は驚いて周りを見ました。もちろんベランダは僕一人だ。身を乗り出して隣の下のベランダも覗いてみた。誰もいない。気のせいだと僕は思った。第一、僕のつぶやき声はやっと自分に聞こえるほどの小さな声だったのだから。けれど確かに聞こえたように思う。そこでもう一度つぶやいてみた。前に住んでいたところの方が、ここだってそう悪くはないんだよ。やっぱり聞こえた。僕に話しかけている。それもすぐ前、2、3メートルぐらいのところで喋っている感じだ。そんなバカな。5階のベランダから外を見ているんだ。僕の2、3メートル前は空中だ。透明人間が空に浮かんでいるとでも言うのか。僕は声の聞こえたあたりを必死で見つめた。もちろん透明人間は見えなかった。だが僕の視線はその遥か向こうの公園のベンチに座っている男の人の姿に吸い寄せられた。その人は黒っぽい服を着て片手にパイプを持っているようだった。長身をゆったりとベンチに落ち着け足を組んでいる。秋の日に顔のあたりでキラリと光るのは眼鏡をかけているらしい。あの人が喋ったんだろうか。冗談じゃない。このベランダとあのベンチじゃ100メートル近く離れている。顔さえはっきりと見えないのに声が届くわけがない。突然その人はパイプをちょっと持ち上げて、やあと僕に言った。聞こえるんだ。ほんの2、3メートル前で喋っているように柔らかな声の調子まではっきりと。その人は親しそうに話し出した。いいかい君。今夜8時この公園の滑り台に登るんだ。すると君は一本の棒を見つけるだろう。そいつはタクトだ。指揮者の振る棒だね。それで滑り台の手すりを軽く2、3度叩く。用意ができたと思ったらタクトを振るんだ。三拍子。知ってるだろう、こんな風に。遥か向こうのベンチでその人はパイプを緩やかに三拍子に振ってみせた。終わったらタクトは元の場所に置いて帰りなさい。そう言って一つうなずくと、その人はゆっくり立ち上がり、ちょっと首を前にかしげるような歩き方で向こうの出入り口から出て行ってしまった。またやってこないかと僕は夕方までずっとベランダにいたけれども、その人はもう姿を見せなかった。父さんの勤めは土曜日も普通の日と同じだ。夕食が終わったのは7時半。二人で食器を洗った後、昔からの習慣で父さんは愛用のフルートを吹き始めた。
僕は父さんのフルートを聴くのは好きだけど、その日はそんな気分にはなれなかった。壁の時計をチラチラ見ながらずっと迷っていた。滑り台へ行こうかどうしようか。もし行ってタクトがなければきっとがっかりするだろう。もうすぐ8時。僕は行くことにした。タクトがなくてもいい。がっかりしない。そう自分に言い聞かせてそっと部屋を抜け出した。夜の公園は誰もいなかった。すぐ横にある水銀灯で滑り台のあるところだけ明るかった。振り返るとスカイハイツの窓はそれぞれのカーテンの色がまるでパズルのようだ。遠く父さんのフルートが聞こえる。僕は胸がドキドキしていたが、わざと何気ない様子で滑り台の階段をゆっくり登った。あった！水銀灯の光を浴びて白いタクトが一つ本当に転がっていたんだ。胸がもっとドキドキして僕は口で息をするほどだった。ぼーっとしたままタクトを拾うと鉄パイプの手すりを言われたように2、3度軽く叩いた。その音はとても小さかったはずなのに急にあたりが静まり返った。父さんのフルートも聞こえなくなった。すると乾いた音を立ててアパートの窓という窓のカーテンが一斉に開かれた。次に窓が開いた。そして見る間にそれぞれのベランダに普段着のまま楽器を持った人たちが現れた。大人も子供も老人もいる。足音や椅子を出す音、大きな楽器セットをする音が続いて、それが聞こえると辺りは再び静かになった。どういうわけか僕は落ち着いていた。用意ができたと思った。僕は背筋を伸ばして立つとタクトを上げ、一呼吸置いてから静かに振り下ろした。三拍子。公園いっぱいに柔らかな音が溢れた。曲はくるみ割り人形の花のワルツだ。僕は夢中でタクトを振った。やがて曲は終わり、みんなが僕に向かって拍手をしていた。僕は拍手にお辞儀を返した。どうしてだろう。その時まで平気だったのに急に恥ずかしくなった僕はタクトを元のところに置くと滑り台の階段を駆け下りた。そして拍手の中をスカイハイツに向かって走り出した。アパートの階段を登る頃、拍手はいつの間にか洗い物や林越えの普通の物音やざわめきに変わっていた。けれど僕は一段抜かしに階段を登りながら、ここでもきっと楽しくやっていけるぞって気持ちが胸の中に膨らんでいるのに気がついたんだ。5階の廊下を505号室、6号室へゆっくり歩く僕の耳に父さんのフルートが聞こえた。曲は花のワルツだった。次の日僕は郵便受けのボックスのところでばったり雨漏さんに会ったんだ。ボックスに書かれた名前で雨漏って分かった。一目であの人だって思ったから、昨日はどう思って頭を下げたら知らん顔してるんだ。僕きっと雨漏さんだって思うんだけどな。でも自分が魔法使いだなんて知られたくないんで、知らん顔したんだってそんな風に思っていたんだよ。テルオはみんなの顔を見て少し恥ずかしそうに笑った。話が終わるとトンネルの中に雨の音が戻ってきた。でもそれは本当にあったお話じゃないわよね。その身があっさり言った。どうして？とみんながその身を見た。だってうちの人誰も楽器なんか弾かないし、スカイハイツの人が全員演奏できるはずないもの。それは確かにその通りだった。けれどみんなが話の雰囲気を味わっているところに、本当の話じゃないと言い切れるところがその身らしかった。違うんだよ。一郎が怒ったように言った。もちろんそんなことは本当には起こらなかったんだ。だけどさ、もしかすると雨漏さんって人は、そのことが本当にあったかのように思わせることのできる人かもしれないってことなんだ。普段と違って一郎が嫌に真面目に言い出したので、みんなおやと思った。てるちゃんが話してくれたから俺も話すけどさ、本当は誰にも言わないでおこうと思ってたんだけど、一郎の話はつい1ヶ月前、7月の終わりの日曜日のことだった。ね、こっからその一郎もね、雨漏さんに何か不思議なことが、雨漏さんと不思議なことがあったってことを多分、まあ話すんだと思うんですけど。登場人物ね、じゃあ確認していきましょう。登場人物は、これね、主人公がね、テルオだね、これ、まあ僕って書いてありますけど。でどうやらまあお父さんと2人で暮らしてるんだね。
で最後に終わりのところで、その身と一郎が出てきますね。さあじゃあ確認していきます。あれは確か転校して 2,3 日経った土曜日の午後のこと、僕は新しい家506号室のベランダから一人ぼっちで下の公園を見下ろして、さあなんとつぶやいていましたか。そう、前に住んでいたところの方が良かったなと、何度同じことを言ったろ、 2,3 日というもの僕はこの言葉しか知らないみたいだったんです。さあ前に住んでいたところは見た目はゴミゴミしていたけれども、どんなところでしたか。そう、誰もが家族みたいでくつろげたんです。学校帰ってからも一人ぼっちという気がしなかったんです。でもあの横丁はもうなくなる、なぜそうなるのかわからないけれども、とにかくあそこは壊されることになり、みんなチリチリに引っ越していきました。さあしかしそれに対してこのアパートはさあどんな感じがしますか。そう、知っている人は一人もいないんです。大人も子供も僕には外国人のように見えるんです。下の公園では大きな滑り台で遊んでいる子がいます。砂場で親子が砂山を作っています。キャッチボールをしている子がいます。ブランコの周りで鬼ごっこをしている子がいます。時々声が聞こえるが何を話しているのかわかりません。僕はもう一度ため息をついて、さあなんとつぶやきましたか。そう、前に住んでいたところの方が、と、さあその時すぐ近くで男の声でなんていう声が聞こえた。そう、ここだって悪くないぞ。僕は驚いて周りを見回しました。さあベランダには僕以外いる？いない？そう、誰もいません。身を乗り出して隣の下のベランダも覗いたけれども、さあ下のベランダも誰かいる？いない？誰もいません。気のせいだと僕は思った。第一、僕のつぶやき声はやっと自分に聞こえるほどの小さな声だったんだから。さあけれど確かに聞こえたように思います。そこでもう一度つぶやいてみました。前に住んでいるところの方がというと、さあどんな声がやっぱり聞こえてきた。そう、ここだってそう悪くはないんだよ。僕に話しかけている。それもすぐ 2,3 メートルぐらいのところで喋っているような感じなんです。そんなバカな、5階のベランダから外を見ている。僕の 2,3 メートル前は空中だ。透明人間が空に浮かんでいるんだろうか。僕は声の聞こえたあたりを必死で見つめた。さあだけれども透明人間は見える？見えない？そう、見えません。だが僕は視線の遥か向こうの公園のベンチに座っている男の人の姿に吸い寄せられたんです。その人は黒っぽい服を着て片手にパイプを持っているようだった。長身をゆったりとベンチに落ち着け足を組んでいます。秋の日に顔のあたりはキラキラと光るのは眼鏡をかけているらしい。あの人が喋ったんだろうか。冗談じゃない。このベランダとあのベンチじゃ、さあ何メートルも離れている？そう、100メートル近く離れています。顔さえはっきり見えないのに声が届くわけがない。突然でもその人はパイプをちょっと持ち上げて、さあなんで僕に言った？そう、やーって言うんです。聞こえるんです。ほんの 2,3 メートル前で喋っているように柔らかい声の調子まではっきりと。さあその人は親しそうに話し出しました。さあいいかいと言ってその人はどんな話をし始めた？そう、今夜8時この公園の滑り台に登れと言うんです。すると君は一本の棒を見つけるだろう。そいつはタクトだ。指揮者の振る棒だね。それで滑り台の手すりを軽く 2,3 度叩いて用意ができたと思ったらタクトを振るんだ。三拍子知ってるだろ。こんな風に遥か向こうのベンチでその人はパイプを緩やかに三拍子に振ってみせた。そして終わったらどうしろという命令だった。そう、タクトは元の場所に置いて帰りなさいと言うんです。そう言って一つうなずくとその人はゆっくり立ち上がり、ちょっと首を前にかしげるような歩き方で向こうの出入り口から出て行ってしまった。またやってこないかと僕は夕方までずっとベランダにいたけれども、その人は姿を見せた？見せなかった？そう、もう姿を見せなかったんです。父さんの勤めは7時、土曜日も普通の日と同じ。夕食が終わったのは7時半。二人で食器を洗った後、昔からの習慣で父さんは愛用のフルートを吹き始めました。僕は父さんのフルートを聞くのは好きだったけれど、その日はそんな気分にはなれなかったんです。壁の時計をチラチラ見ながらずっと迷っていました。さあ、何を迷っているのですか？そう、滑り台へ行こうかどうしようかということなんです。もし行ってタクトがなければきっとがっかりするだろう。もうすぐ8時です。さあ僕は行くことにした？行かなかった？そう言ったんです。タクトがなくてもいい、がっかりしない、そう自分に聞かせて、やっとそっと屋根を、ね、部屋を抜け出しました。夜の公園は誰もいません。すぐそこにある水銀灯で滑り台のところだけが明るかった。振り返るとスカイハイツの窓はそれぞれのカーテンの色がまるでパズルのようです。遠く父さんのフルートが聞こえます。僕は胸がドキドキしてきました。わざと何気ない様子で滑り台の階段をゆっくり登りました。さあ、タクトはあった？なかった？そう、タクトがあったんです。水銀灯の光を浴びて、白いタクトが一つ本当に転がっていたんだ。
胸がもっとドキドキしてきて、僕は口で息をするほどだった。ぼーっとしたままタクトを拾うと、鉄パイプの手すりを言われたように 2,3 度軽く叩きました。その音はとても小さかったはずなのに、急にあたりは静まり返りました。父さんのフルートも聞こえなくなりました。さあ、すると可愛い音を立てて、アパートの窓がどうなりましたか。そう、アパートの窓という窓、カーテンというカーテンが一斉に開かれた。次に窓が開きました。そして見る間にそれぞれのベランダに普段着のまま楽器を持った人たちが現れました。大人も子供も老人もいる。足音や椅子を出す音、大きな楽器をセットする音が続いて、それが聞こえると、あたりは再び静かになった。どういうわけか僕は落ち着いていました。用意ができたと思いました。僕は背筋を伸ばして立つと、タクトを上げ、一呼吸置いてから静かに振り下ろした。三拍子です。公園いっぱいに柔らかな音が溢れました。さあ、曲は何でしたか？そう、くるみ割り人形の花のワルツです。僕は夢中でタクトを振りました。やがて曲は終わり、みんなが僕に向かって拍手をしてくれました。僕は拍手にお辞儀を返しました。どうしてだろう、その時まで平気だったのに、急に恥ずかしくなった僕はタクトを元のところに置くと、滑り台の階段を駆け下りました。そして拍手の中をスカイハイツに向かって走り出しました。アパートの階段を登る頃は、拍手はいつの間にか洗い物や話し声の普通の物音やざわめきに変わっていました。けれど僕は一段抜かしに階段を登りながら、さあ、どんな気持ちが湧き出てきましたか？そう、ここでもきっと楽しくやっていけるぞって気持ちが胸の中に膨らんでるのに気づいたんです。5階の廊下を506号室へゆっくり上がると、さあ、父さんのフルートが聞こえます。さあ、父さんが弾いているフルートはなんて曲でしたか？そうなんです。くるみ割り人形の花のワルツだったんです。さあ、こっからね、テルを僕がね、一郎やその身と話をしている場面になるんです。さあ、僕は言います。次の日僕は郵便受けのボックスのところで、さあ、誰に会ったっていう？そう、雨漏りさん。ボックスに書かれた名前での雨漏りって分かった。一目であの人だって思ったから、昨日はどう思って頭を下げたんだけれども、雨漏りさん、どんな顔？そう、知らん顔なんです。僕きっと雨漏りさんだって思うんだけどな。でも自分が魔法使いだなんて知られたくないんで、知らん顔したんだってそんな風に思っていたんだよ。テルはみんなの顔を見て少し恥ずかしそうに笑った。話が終わるとトンネルの中で雨の音が戻ってきました。さあ、その身がその時あっさりどんなことを言いましたか？でもそれは本当のあった話じゃないわよね。だってうちの人誰も楽器なんかできないし、スカイハイツの人が全員演奏できらずないものって言うんです。それは確かにその通りです。けれどみんなが話の雰囲気を味わっている時に本当の話じゃないと言い切れるところがその身らしかった。さあ、そこで違うんだよと言ったのは誰でしたか？そう、一郎が怒ったように言いました。もちろんそんなことは本当は起こらなかったんだ。だけどさ、もしかすると雨漏りさんって人はそのことが本当にあったことのように思わせることのできる人かもしれないってことなんだ。普段と違って一郎が嫌に真面目に言い出したので、みんなおやと思ったんです。てるちゃんが話してくれたから俺も話すけどさ、本当は誰にも言わないでおこうと思ったんだけど、一郎の話はつい1ヶ月前、7月の終わりの日曜日のことだった。岡田敦、雨宿りは滑り台の下で。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。